アメリカ合衆国フロリダ州マローンのロランシー極ロランシー受信機のレイロランシーの信号ロランは地上系電波広報システムの一種である。船舶や航空機で利用されてきたが、より高精度な衛星系電波広報システムである GPS への移行が進み、多くの国では運用が終了している。日本では東京景気などが受信機を製作していた。2点から、 距離差が一定な点は双曲線を描くという幾何学法則を用いる広報支援システムで2箇所の無線速一曲信号を受信して到達時間差からその距離差を求め得られた地図上の双曲線上で次線位置を確認する使用周波数帯によりロラン A やロラン C がある第二次世界大戦時にアメリカ海軍がマサチューセッツ工科大学と共に イギリス海軍の G 電波工法を発展させて開発し、1942年に太平洋戦域で設置を開始した。主局及び重局から1750から 1950kHz 周波数帯のパルス波を発し、最高有効距離は日中約700回り、夜間約1400回りである。日本では昭和30年代に運用が開始され、 1997年5月9日に廃止された。主局及び重局から1 0 0ヘルツ周波数帯のパルス波を発し、最高有効距離は約2300回りで、精度はおよそ30から300メートルである。開発以来アメリカ海軍が管理して運用されて、いたが GPS の整備進捗に合わせてアメリカ合衆国国外の運用が廃止され、 アメリカ沿岸警備隊及びカナダ沿岸警備隊が運用していた北アメリカ大陸では2010年に廃止されている。日本におけるロランシー本システム利用船舶が多い日本ではアメリカ合衆国の廃局に合わせて海上保安庁が1991年の整備着手以降1993年に千葉ロランセンターをまた1994年10月1日に 伊王島ロランシー州局を廃局して、大体に、新島ロランシー局をそれぞれ設置して、アメリカ海軍から業務を引き継ぎ、ロランシーの運用を開始した。その後、2009年12月1日に、南鳥島ロランシー局、2013年2月1日に、十勝太ロランシー局をそれぞれ廃止。新島ロランシー局は、2012年6月19日20時16分。 海上安全情報では19時41分以降、台風4号によるアンテナ障害で長期欠射中であったが、2014年2月1日午前9時に廃止された。そして、下車しロランシー局を2015年2月1日午前9時に廃止して、本システムの運用を止めている。世界主要海運国の連携運用で、極東海域は日本、中華人民共和国、 大韓民国、ロシア連邦の4カ国間で、通称、ファーンズ協定を締結していたが、日本は国内の全局廃止に伴い、2015年に同協定を脱退している。全地球即位システムの脆弱性や、電波や受信状態の限界が理解されるにつれて、ロランの応用や開発への関心が蘇ってきた。イロレンや、イーロランとも呼ばれる強化型のロランは、 受信機の設計や送信特性の進歩によって従来のロランの精度や有用性を高めている。報告によれば精度は8メートルほどで、そのシステムは通常の GPS とも競争力を持つ。色連は DGPS 補正のような補助データを送信することができる追加パルスを含む。現在の色連受信機は範囲内のすべてのつぼ根からの信号を統合する。 オールインビュー受信を用いており、単一のロラン局からだけではなく、最大40までのつぼ根からの時間信号と、その他のデータを統合している。これらの強化によって、ロランは GPS が利用可能でないか劣化した状況では、それに変わり得るものとなっている。イギリスにおける色連2007年5月31日、イギリスの運輸省は全国党大協会を通して、イギリスと 西ヨーロッパで船員の安全を改善するために最新式のイロレンサービスを提供する15年の契約を締結した。このサービス契約は2段階で実行される。すなわち2007年から2010年までは開発作業が行われるとともにさらにイロレンサービスの提供に関する欧州協定に重点が置かれ2010年から2022年までは イロレンサービスの完全運用が行われる。最初のイロレン送信機は、イギリスのカンブリアの暗装音送信所に位置し、バブコックインターナショナルによって運用される。イギリス政府は、GPS 電波妨害の脅威への対抗を支援するため、イギリスの南部及び、東部の海岸沿いの7つのディファレンシャルイロレン、繊維テクノロジー局の建設を承認した。 それらは2014年夏に最初の運用能力に達することとされた。イギリス及びアイルランドの全国東大協会は10月31日にイギリスの開示用イロレンが最初の運用能力に達したと発表した。7つのディファレンシャル基準局は追加の位置、航行、時刻情報、低周波数のパルスによってイロレン受信機を装備した船舶に提供する。 この地域は2020年の年間交通量が20万席と見込まれる世界で最も船舶の航行が多い地域の一つであり、このサービスは GPS に障害が発生した際にも航行の安全を確保する助けとなる。これらの計画があるにもかかわらず、フランス及びノルウェーは2015年12月31日をもってロランの送信を停止すると決定した。これを踏まえて、 イギリスは同月初めに12月31日をもってイロレンサービスを停止することを発表した。ロラン A 局いずれも1997年5月9日にハイシロラン C 局ありがとうございます。